いということでございまして、今節も主役と言っていいでしょう、中島真希選手。これは何をしてるんだ、何を。何ヶ月目ですか。もう8ヶ月から9ヶ月から、ね、なことないなことない、もうね貧乏暇なしで頑張ってますさあ、そういうことでね、よろしくお願いします。はい、お願いします。住之江ということでございまして、はい、なんか街に待ってたみたいなことを聞いたんですけども。住之江ですか。うん、メッカです。メッカ待ってました。待ってましたか、はい、何がやっぱり自分の中で違うものですか。いや、もうお客さんの盛り上がりとか、うん、やっぱり年末、うん、あのグランプリでした、はい、あれもう熱気とか、うん、住之江で走れるってすごく光栄なことですね。また大阪やこっち関西にはマキちゃんファンが多いからね。いや本当にね、はい、もう横断幕もたくさん張ってて、はいはい、やっぱああいうのは励みになるもんなんですか。めちゃくちゃなります、ね、レース前見てきます。ああ、はい、嬉しいじゃないですかね。ねえ、もう娘さんもだいぶ大きなって、これ毎日アップされるんですけども、はい、ねえ、やっぱり嬉しいでしょうね。娘さんも分かるでしょ。そうですね、お母さんがどんな職業してるかとか。もう小学校3年生になったんで。わ、そんな大きなりましたか、はい、もうそうですね、結構レース終わると怒られます。なんだあのスタートはと。スタートだけじゃないですね、もういろいろと。あ、そんな分かるもんなんですか。もうずっと見てきてるので、はい、厳しいですね。先輩より厳しいです。まあまあ、あそこのまくり差しかっこよかったねとか言うぐらいの、ひょっとしたら。褒めはなくて。そんな厳しい。はい、ダメ出しが多いので。師匠ですね、はい、ほんまに。ね、いや、まあそれがまた一個励みにもなりますしね。はい、なります。ね、それが力になって。はい、さあ、今節、まあ6日間ね、はい、どうでしょう。もう一つベタな質問ですけど、目標ちょっと言ってください、ポンと。もう、一号艇で優勝です。あ、はい、もう1号艇で優勝。ただ単なる優勝ではないと。はい、1号艇で優勝すると。はい、わかりました。じゃあその言葉信じて我々ファンはですね、はい、もうたくさん船券買いますんで、ぜひですね、はい、最後、カメラに向かってファンの皆さん一言お願いします。はい、もう、まあ、最近はターンに磨きをかけたくて練習してるんですけど、船券買って応援してくれるとお客さんも多分ドキドキするので、本当に見せるレース、そこだけを目指して、まあ、結果がついてきて一号艇で優勝できればなと思ってます。はい、はい、毎日見てください。わかりました、はい、毎日見てください。毎日 YouTube 出ていただけるわけですね、これ。あ、じゃあレースあ、レース、まあ、できたら毎日出ていただいたら。いやいや、いろんな、ね、選手の魅力を紹介した方がいいと思うので。わかりました、はい、まあ、もし誰もいなかったらまた。はい、もういつでも。いつでもありがとうございます。中島真希選手でした、はい、ありがとうございました、はい。